関係委員会委員長でご活躍された東京青年会議所 OB の平正明先輩のインタビューです。2000年代初頭の日本と中国両国の歴史を少し遡ってみましょう。2001年10月小泉純一郎総理が訪中し、2002年日中国交正常化30周年を迎えました。2003年には香港から感染が広まった SARS が東アジアに猛威を振るいました。そのような時代背景の中、日本 JC は2004年日中若手経営者研修交流事業と日本 JC 友好の会訪中ミッションを開催しました。平正明先輩は委員長になる前から中国の中華全国青年連合会と共同で環境保護を目的とした日中青年による植林事業を立ち上げられ、継続的な活動を始められていました。中国が経済力で日本を超える勢いのある中、日中関係委員会の委員長を務められた平先輩のお話は大変興味深い内容になっています。それではこちらをご覧ください。まあ、そもそも青年会議所は中国と非常に古い付き合いがあって、国交回復の次の年にもうすでに東京青年会議所のですね、我々の先輩は北京に行って、そして共青団、また民間組織の形では全国中華青年連合会との交流を始めているわけであります。ですからそういった意味では中国側から見ても、まあ、東京青年会議所、さらには日本青年会議所は非常に古くから付き合いのある団体と、でさらには若い青年の団体、経済人の団体ということではですね、非常に中国側からもですね、信頼を得て、様々な事業をしてきた経緯があります。で、私が日本青年会議所の委員長の時は2004年だと思いますが、まあ、この頃からですね、まあ、中国は非常に急激な経済成長を遂げていて、その一昔前の我々の先輩たちの時代のように、何か日本が中国に教えてあげる、例えばものづくりの技術だとかそういうものを教えてあげるっていう関係から、実は急速にもう中国が GDP で日本を追い抜き、さらに差をつけられるという、まあ、転換点だったと思います。でそういった意味では日本青年会議所の対中国の政策だとか対中国の対応の仕方は私は非常にまずかったと思っていて、その中国の国際社会における地位とかそういったものをですね、あまりキャビネットが理解をせずに、旧来通りの中国に対して何か教えてあげるというスタンスを維持をしたものですから、だんだん中国側の気持ちも離れてですね、その後日中関係のいわゆるさまざまな事業はあまり発展が見られてないというのが現状だろうというふうに思います。まあ、私2004年にその日本 JC の日中関係の委員長になる前に、東京青年会議所で国際担当理事、国際担当副理事長、さらに理事長ということで、日本青年会議所も同時並行でやりましたけど、植林事業をやりました。でこれはですね、小渕首相と江沢民主席の会談の中で、これからの日中関係、さらにその関係を強化しようということで、2つのことがテーマになってですね、で1つは環境保全、で1つは青年の交流という観点からですね、日本側に日中緑化交流基金というものができて、
その基金をベースに中国の青年団体と日本の青年団体、確か10個の青年団体、その中に東京青年会議所と日本青年会議所も入っていたと思いますが、まあ、各地でそのお金をベースにですね、両国の若者が植林をするというプロジェクトが動きました。で、まあ、これはですね、私は日本青年会議所では対応してないんですが、まあ、同じ時期に日本青年会議所もやってたという観点から言うと、まあ、非常に日中 の, その関係強化には役立つ事業だったと思います。それまではどちらかというと宴会やってですね、お酒飲んでですね、まあ、乾杯乾杯やって日中友好つって一緒に歌を歌ってるみたいな、まあ、それも大事なんですが、やっぱり現役同士が、まあ、その予算を組んで、日中共同で事業をやることによってですね、中国と我々の考え方の違いとかルールの違いとか手続きの違いというものを、まあ、お互いですね、よく理解をすることができると思います。でこういう国際交流で大事なのは、お互い考え方が違うよねって言って対立することでもなく、また何でも努力すれば分かり合えるって、まあ、そんなことは現実ありえないので、まあ、そういうことでもなくですね、お互いの違いというものをよく認識をしながら、まあ、それでもどうやって関係を保っていくのか、もしくはその両国が、まあ、同じ側に立ってですね、まあ、他の国他のエリアにどういう貢献ができるのかっていう、まあ、違うフェーズに立つことによってですね、その日中関係、まあ、これ国際関係何でもそうですけども、関係が進化をしていくんですね。ですからそういった意味では、まあ、いろいろこれ中国の植林というのは一部日本のマスコミでも批判がありましたが、まあ、実は今までのですね、単なる交流事業と実際に予算を組んで共同で事業をやるっていうと、もう全く次元が違うということで、これは日本 JC の、まあ、その当時のメンバーにとってはですね、ものすごい財産になったと思います。で私が2004年にやった時は、まあ、さらに加えてですね、いわゆる我々経済人なので、その中国側の経営者と交流をしながら、例えば日本の経営者と中国の経営者が議論して、日本と中国というフィールドの中でですね、例えば一緒にビジネスをやるとしたらどういうことができるかねみたいなことをですね、まあ、議論するそういう会をですね、北京で、3部会に分かれてですね、まあ、長時間渡って議論したということも、まあ、事業としてやらせていただきました。平正明先輩、ありがとうございました。2004年は中国が急激な経済発展をしていく中で、日中関係の転換点だったとのことでしたが、この年は中国が日本の最大の貿易相手国としてアメリカを追い越した年であり、経済での結びつきがより強固になりました。ところが一方で、中国では大規模な反日デモが行われたりするなど、日中関係に緊張が走った年でもありました。そのような中、環境保全と青年の交流という観点から、日中緑化交流基金をベースに、日本と中国の青年団体が予算を組んで共同で植林事業を行い、それが日中の関係強化に役立ったというお話は大変興味深く、民間レベルの国際交流の理想像と言えるような事業であると感じました。このような事業を成功させるためには大変なご苦労があったことと推察いたします。また日中両国が同じ側に立って他の国や地域のため貢献していくことで関係が進化していくという言葉は、今後の私たちの活動のヒントになるのではないでしょうか。上回了。
因为我去台湾、然后我去那边念大学、一起毕业了。それでは今からケンジさんが書いてくれた中国語をお勉強していきたいと思います。じゃあケンジさん、これはどういうですか？はい。ここは北京ですか？はい。これ何て読むかわかります？まずこの字、中国で使う漢字なので、ちょっと違くて。私が習ってきた漢字は、これです。これイコールこれです。これは中国人が使う中国語です。私は台湾にいたので、こっちを使います。で、ザ・シューで、ここってか、ここじゃなくて、これってなるんですよ。例えば、これ、この机、これ。これは「ジュシュペン」って言うんですよ。だけど「ここ」っていう時には「ズル」って言うんです。これが「ここ」ここ。だから「ここは北京ですか？」って聞きたい時には「ズル」って言うんです。はい、でまずこの「マン」の漢字が違ってきて「マン」は「馬の馬」です。これとこれ一緒なんですけども、中国の漢字は省略されちゃってるんですよ。だからちゃんと台湾の漢字ではこれを使います。こっちの方を覚えてください。はい、はい、でこのままの意味は覚えますか？ですか？はい、質問系は全部まあ全部簡単ですよね。はい、じゃあもう一回こっちの練習フェイチマで、ここは北京ですかっていう文章になります。はい、もう一回リピートしてみる。ドゥドゥシテンテンサ。はい、じゃあこの名誉ってどういう意味でしょう？違います。違います。はい、この名誉って意味は漢字は合ってるんですけど、これじゃないよって言うんですよ。例えばじゃあ今あなたはリンゴを持っていますか？名誉。そう、そうなんですよ。持っているか持ってないかって聞く時に名誉っていう言葉が当たりなんですけど、ここではここは北京ですかって、ここは北京ですかって違うっていう時にはこれ、これはブシュって言います。はい、ブシュ、これが正解です。だからここでは名誉がある。これはあるかないかの時に名誉って使います。で、ここは北京ですかって聞くとブシュ、違うよって。はい、ブシュ、ブシュ。はい、じゃあ次の名称、それはどういう意味ですか？ここはどこ、うん、はい、その通りです。その通りです。で、また同じなんですけども、この漢字はこの漢字ですね。樹脂なり。でもこれも間違ってるのは気づきますよね。もうさっき習いました、ね、はい、はい、ここ どういう言葉を使ったら正解になりますか？樹脂なり、ま、違う樹脂の意味覚えてますか？これこれ、うん、これこれはこれだから、うん、こっちです。はい、そうだからこれを使って文章を使ってください。使ってください。ジュデュシナリマ。そう、マはいらないです。これもちょっと文法になっちゃうんですけども、こういう時はジュデュシナリ、ジュデュシナリ、はい、それだけでここはどこですかって意味になります。あ、はい、覚えましたね。はい、じゃあ最後の文章、これはどういう意味ですか？私は、はい、答えたくないです。はい、正解です。で、この文章は正解なので花丸です。我不想回答。我不想回答。はい、正解です。はい、じゃあ、谢谢。谢谢、不客气。じゃあ、今日の授業終わりいたします。ありがとうございました。私は現在、茨城空港から約10キロ地点の場所にいます。先ほどご覧になっていただいた大空には、コロナウイルス感染拡大前は中国から春秋航空が運航していました。しかし残念なことに現在は運休状態となっております。来年再び中国の方々と交流できることを願っております。次回第5回は引き続き
平先輩のインタビューをお届けいたします。概要欄よりアンケートにご協力お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。